南関東ガス電は千葉県を中心とした南関東一帯に分布する日本最大の水溶性天然ガス電。水溶性天然ガスとは地下で地下水に溶解しているが圧力が解放された地表では自ら分離して気体になるガスのことで主成分は都市ガスと同じ火山ガスのメタンであり一部は地層中で微生物により生成されていると見られる性質は メタンガスと同じで彩がないため、メタンガスと同様に扱われる。第二次世界大戦中の日本は、帝国石油や日本天然ガスなどの企業が、南関東ガス田から採掘したメタンガスから、ガソリンや航空燃料を生成し、日本軍や民間に供給していた。南関東ガス田の半千葉県を中心に、茨城県、埼玉県、東京都、神奈川県の地域に及び、 交渉面積は約4300平方キロメートル、埋蔵量は7、360億立方メートル、火災埋蔵量は3、685億立方メートルと推定され、日本国内で確認済みの天然ガス埋蔵量の9割を占める。東京での生産も行われていたが、ガス採掘に伴う地下水組み上げが地盤沈下を招いたことから採掘は規制され、現在は、 千葉県の茂原地区を中心とする九十九里浜沿岸部が最大の供給地区。地元では上ガスノガスと呼ばれている。関東天然ガス開発は茂原地区を工区として持ち、その埋蔵量は1、000000立方メートルと推定される。ガスは乾水と呼ばれる地下水に含まれている。乾水は化石海水が起源とされており、海水に似た成分だが、 海水の2000倍もの要素を含んでいる。これだけ高濃度の濃縮要素が存在する場所は世界的にも珍しく、日本はチリに次いで世界第2位の要素産出国となっている。なお、I129、I127 比で得られた要素の平均的な年代は4900万年前、海底に堆積した海藻由来ではなく数千万年かけて、 海底堆積物中に蓄積されたものが、プレートの沈み込みに伴い堆積物中の水分と、共に、カズサう群中に移動、蓄積したと考えられている。地下の高い圧力下では、メタンは地下水に溶けているが、大気圧では水にほとんど溶けないことから、地下水の汲み上げを行うと、メタンガスが自ら分離して発生することとなる。南関東ガス電は、 他の水溶性ガス田に比べて乾水に溶けている。メタンガス濃度が99%と非常に高いのが特徴で単なる化石海水ではなくメタンハイドレートを起源とするなどの説もある。近隣の多くの自治体が条例などで無許可でのガス利用を禁じているため、個人が勝手に燃料として利用できず、地元の都市ガス会社が生成した天然ガスを各家庭が利用している。ただし、 千葉県内を中心に、旧家等で条例制定以前から天然ガスを利用している家庭は、例外的にガス利用が認められている場合がある。しかし、近年は工業用採掘の影響などにより、産出量が減り、利用を止める家庭が増えている。1891年に、大滝町において、醤油醸造業者である山崎や、大田宇八郎が水井戸を掘ったところ、 清水は出ず、泡を含んだ茶褐色を呈する塩水ばかり流出するため、落胆して吸っていたタバコをこの泡へ投げ込んだところ、泡が青白い炎を上げてもえ上がり、居合わせた人たちが一堂に驚いた、との記録が残されている。他の地区においても、ガス田地域での天然ガスや塩水などを含む、水の輸出と田畑の作物への悪影響は、古くから認知され、輸出する天然ガスは、 燃ゆる、木、流出する、気配のある土地は、土家と呼ばれていた。本地域で、ガスを採掘し、供給している、主な企業は、以下の通り、関東平野の基盤を構成するカズサソウ群と言われる、地層のうち、カズサソウ群チューブと呼ばれる、国本層、梅ヶ瀬層、大田大層、高和田層の地下水に、天然ガスが溶け込んだ状態で存在して、ガス層を形成する。特に、 梅ヶ瀬層と大田大層でガス排体が大きいとされている。カズ層群は第3期先進予第4期更新予古期に海底で堆積した地層で、砂岩、低岩及び業界出され木などからなり、おおむね深度100メートルから2000メートルにわたる広い範囲に堆積している。天然ガスの採掘は1930年代から始まり、太平洋戦争後は日本各地で行われた。 南関東地域では、千葉県茂原市などのほか江戸川区、江東区を中心とする東京都内の東京ガス電でも行われていた。東京都課長定地地域で発生していた大規模な地盤沈下の主要原因として、この東京ガス電による生産があった。このことから地盤沈下を抑止するため、東京都は1972年に民間企業から江東区、 江戸川区の天然ガス工業圏を買収し、地下水の用水を全面停止している。千葉県では地表から天然ガスが輸出する地域があり、このガスによる事故が発生している。事故を防ぐため、家屋の床下の基礎部分にガスを逃がす仕組みを設置している地域もある。減圧による乾水からのメタン分離に伴い、生成されるガスが地下水中で過飽和になることで有利ガスとして発生し、 これが地上まで上昇してくることによる関東地方では冠水を排退する耐水層の分布と重なる地域が多いことから東京でも地下開発に伴う事故が発生しているこの他の事例は経済産業省関東東北産業保安監督部が作成した平成における可燃性天然ガスが原因と考えられる主な爆発火災当事故事例を参照のこと ありがとうございます。